積極的に外からは打ち続けてきている新潟です。いいですね、まあはい、いいと思いますけどね、ああいた、ああここはそのまま飛び込んできました。カーベ、カーベから振り向いての、おー、ここを決めていきました。加藤がこのところ好調です。これが仙台のこのディフェンス、ここはケアしていかなければいけませんが、いいですね、コントロールマン。仙台は澤部、片岡、そして渡辺、それはバーレルのペース、アンドワンです。カウルから一旦下がってドライブでいく、エンド、フェイダーウェイ、これを決めた、素晴らしい。いや、ここはエンドのテクニック、相当意識してますよね、ここで田中が来た、田中がそのまま木村行きますが、田中決めてきました。いやもったいないですね、木村さん。3人とブースとトーマスです。低い位置で受けて、おフェイクから、いや決めていきました、サメうまいプレーをここで見せます。状況ではある新潟です。オフェンスリバウンドもワースト5位と、こちらもちょっと低くはなっていますが、おそのまま決めていきました。ああいう、やはり疲れている方が決められるのか。そうですね、現在の渡辺からのパスです。アルマ、アルマが外から打って決まりました。ここでスリーポイント、いやーゲームつなぎましたね、からトーマスがかわしてきた、さすがですね、そうですね、こう足を動かすことですね、はい、いいでしょ。木村がかわしてきた、木村が決めた、同点。仕事をやってのけます。そうでしたね、ここもまた渡辺しつこくいったんです。ここですよね、ここが今誰もいなかったんですよね。そうなんですね、そこを木村が、まあ、横から小林がなんとか慌てて、そうなんです、ね、手は出してきましたけども、今度は渡辺が来る、バーレル、いや交番がすくバーレルからなんとかつないでシュート打っていって決まりませんでした。オーバータイム。さあ飛ばされて、小林の外のシュート、立て続け、これも決めた。スローにさせてくれないですからね、簡単には。そうですね、はい、木村から、いやすぐにアルマがもらって、アルマから交番、目は決めて、当たって点差が広がったところでアルマが打ちますが、これも決まらず、そしてここでこのエキセンシュイチフが打たれました。